こんにちは、うさこです。今回はときめきメモリアルガールズサイド20周年記念展の Vlog 購入品をお届けします。この日はときメモ GS とブルーロック2つのオタ活をはしごしているんですが、今回は Vlog 全編ということで、ときメモ GS20 周年記念展とその購入品のご紹介になります。次回はブルーロックのコラボカフェやブルーロックミュージアムの様子、購入品をお届けしますので、よかったらどちらもお楽しみください。まずはときめきメモリアルガールズサイド20周年記念展からお届けします。この日は初回の11時10分の回を予約していました。会場の外でまず男の子たちがお出迎えをしてくれます。この記念展のポイントはこちらの通りです。会場内は写真のみ OK でしたので、ここからはお写真でレポートをお届けしていきます。それではいざ入場です。ちなみに前売り券の整理番号60番くらいで、入場までには20分かかりました。まずは今回のテーマである「ようこそ羽ばたき師へ」ということで、羽ばたき師に来たという実感を味わえます。会場内にも至るところに男の子たちがいるので、お見逃しないように。各シリーズのストーリーをおさらいしていく展示があります。個人的にはこの人魚姫の伝説見れて感動しました。頬のところには風車の実物も展示があります。風間くんが昔作った風車でしょうか。ここから先生たちがいらっしゃったので、祈りとゆかりのある礼一さんと小次郎先生にご挨拶をします。ここは幅学羽学の入り口ということで、男の子たちのロッカーが見れる展示があります。ちょっと混んでいたので推しの祈りのロッカーしか見れなかったんですけれども、青い上履きを見届けてしっかり香りも摂取してきました。どうやら噂だと四季様の下駄箱からいい香りがするとのことです。ここからはワクワクドキドキの大接近ゾーンに入ります。男の子たちの大接近モードをボタンを押して楽しむことができました。ここもお目当ての男の子が出るまで結構粘る方が多かったので、混み合うゾーンかなと思います。続いては体育祭エリアです。男の子たちとフォークダンスができます。私は最初三影先生が来てくれました。次に森村くんも来てくれました。他にもナンパ師がいたり、いろいろな男の子とのフォークダンスを見れたんですが、3箇所あるうち一番左のところで祈りも来てくれました。もしかしたら場所によって来る男の子が違うのかなと思いました。そういえば幅学羽学の体育着発売されるとのことでざわついてましたね。次はアルバイトのエリアになります。アルバイト姿の王子組がいたり、いっくんとルカくんが並んでいる様子も見れたりします。祈りもアンネリーで働く一員として展示されていました。それから文化祭も体験できます。文化祭の準備コマンドでひたすら作る立て看板も見ることができました。手芸部に3年間所属していると見れるウェディングドレスの発表の実物の展示もありました。あとはなんかホストみたいな展示があって、好きな男の子にシールを貼れるエリアになっています。私もね、推しの祈りに貼っといたんですけど、なんかシュールな感じになりました。それから道ひかがいる学食のエリアです。奇抜なメニューが多いですが、やっぱ実際に見ても異常だなと思いました。この学食エリアのところに主のように祈りがいました。そして最後は王子とのエンディングのエリアになります。ここを特に感動しました。幅学の教会も再現されています。私はね、祈りとのエンディングを迎えておきました。最後に初詣デートで引けるおみくじがあったので引いておきました。展示を出て撮影エリア、そして物販という流れになっていました。本当に盛りだくさんでたっぷり味わえる展示でした。いやー、 GS シリーズ、私は4から入っている、最新のね4から入っていまして、本当に新規勢です。もうめちゃくちゃ楽しかったです。
やっぱ今時の展示ってこう見るだけじゃなくて体験するっていうのができるのがすごいありがたいなと思って、この前行ったねブルーロック展もそうだったんですけど、今回のこの GS の記念展でも男の子たちの下駄箱が再現されて、一人一人ね個性があったり、大接近、体育祭、文化祭っていうのを体験することもできたりして、すごくね楽しかったです。あとおみくじもか初詣もね体験できましたね。一通りね、まあ、羽ばたきし、羽ばがくか、まあ、羽がくかで過ごすような一年をこの展示の中で味わうことができました。楽しい羽ばたきし、やっぱいいね。スタンプラリーが展示の中で何箇所かあります。もうスタンプ下手くそなんですけど、これ羽ばたき市のね地図になってますね。ここにねこう一人選んでもらえる男の子のブロマイドを挟むこともできますね。初詣がね体験できるとこ、これまだちょっとおみくじ開けてなかったんで開けてみます。ちゃんと GS 仕様になってますね。お、あ、よかった、大吉だ。これでもあれ、みんな大吉ですか。あー、よかった、大吉だ祈りだったらね財布にでもしまっておくかって言ってちょっとこれお見せするのも恥ずかしいんですけど、撮影好きで行ったので1枚ねこういう風に自分の好きな彼を選んで、まあ、プリクラみたいな感じで撮ることができます。とりあえず指さしてますね1枚こういったブロマイドがもらえるのと、別でデータでもダウンロードができます。カーテンなくって並んでる人みんなに見られながらの撮影なんでね、結構恥ずかしかったですね。お待たせしました、購入品なんですがこの3つだけです。まずは祈りのアクスタ。 GS4 についてはみんな特にね神経っていうわけじゃないんですけど、この小さめサイズは今まで出てなかったので購入しました。台座もね前出たのと若干違います。なんか親子みたいになっちゃったんですけどこちらがもともと出ていたサイズですね。去年ザキャラカフェのコラボカフェなどで発売されていたサイズ感です。で同じデザインなんですけど、今回はこのもっと小さいサイズが出ました。色もねだいぶ違いますね。今回の方が色が鮮やかになっています。元々のイラストにはもしかしたらこっちの今回の方が近いかもしれないですね。色合い持ち歩きやすいサイズ感かなと思ったのでお迎えしました。特にね今まで出ていたサイズだと三影先生とかナナ君とか多分バカでかかったと思うんで、他にもね、まあ、背が高い子だと20センチぐらいあるアクスタだったと思うんで、今回のこのねサイズ感も便利なのかなと思います。続いて羽ばたき市に行ってきました。チョコクランチです。こちらはね羽ばたき市のデートスポットですね。森林公園、これは桜の季節春ですね。で夏の海に行くと行ける青の洞窟、これ秋かな、秋の羽ばたき城、そして冬初詣で行ける神社です。いいですね、羽ばたき市についに行っちゃったんですね私嬉しいな。これはね絶対買いたかったんで買えてよかったんですが、おそらくお昼ぐらいにはもうね売り切れていました。私入ったの最初の回11時10分の回なんですけど、それで12時ぐらいにもう物販コーナーにいたんですが、その時点でもうこのチョコクランチ残りもうほとんどなかったんですよね。補充しないのかなって思ってたんですけど、まあ、その数時間後に完売情報が出て、1日のね限定数がおそらくかなり少ない、特にもしかしたら平日はかなり少ない可能性があります。こちらをね確実にゲットしたい場合はなるべく早めの時間、できれば初回がいいかなと思いました。でこれランダムでシールがね入ってるんですけど、1人ねこれ1個しか買えないのに43種の中から2枚しか入ってないっていうのなかなかね強いですけど、まあできれば祈りくんを引き当てたいなと思っています。開けてみようと思います。中はこんな感じでチョコクランチが入っています。
あ、ちょっと待って、今ちょっと若干見えちゃったんですけど、一人ね、王の男の子いましたね。まずこちら、あ、これは3か、3のハスミくんですね。わ、気になるな、顔好きなんよな。果たして、はい、風間です。ということで風間くんでした。やった。あ、でも嬉しいな、フォーが、フォーの子が出てくれたの嬉しいですね。それも風間くん、最初私フォーは風間くんエンディングでねプレイしたので、やっぱり思い入れのある子ですね。王子枠っていうのもあるし、祈りともね仲良しグループをね組んでくれたりするので、思い入れのある子です。そしてこちらもね欲しかったんですよ。2の王子である佐伯てるくんが今きっとオーナーでね経営しているであろうサンゴ礁のケーキと、そしてコーヒーのセットです。中開けてみます。はい、おー、てる、おー、うわー、すご、こんな一言メッセージまでいただいてしまった。海辺の喫茶サンゴ礁へようこそ。わー、サンゴ礁ブレンド、わー、飲めるんだ。次回はぜひまた当店お越しくださいませ。行きてーわ。フォーのゲーム内で祈りはまだサンゴ礁行ったことないっていうね発言をしているので、祈りとちょっとサンゴ礁伺いたいですわ。こちらが喫茶サンゴ礁のコーヒーとタルトです。いや、サンゴ礁のねブレンドコーヒー、オリジナルブレンド、めっちゃ美味しかったです。今まで飲んだコーヒーの中で一番好みでした、マジで。なんか苦味の程よさ、苦すぎずでもちゃんと苦味があって、ほんのりなんか甘さっぽいのもあって、で酸味が控えめなのかなっていう感じの味がすごい好みでした。チーズタルトももちろん美味しかったし、チョコクランチも美味しかったです。 GS10 最後は物販購入品の特典のポストカードです。まあこれね、もうもらった時にこっちのね裏の色とデザインでなんとなく分かったんですけど、1と2のみ私の手元には来ました。全部で7枚なんですけど、もう本当に順番通りになってます。ここ3人、先生組で、ここ2人で、ここから2ですね、2のここ3人、この3人、この3方で、2のこの2人、ここで終わりなので、まあ1、2のところからやってきています。今回ね、初代1から3までの男の子たちはみんな書き下ろしということで大変だったと思います。でもありがたいですね、ありがとうございます。レイチ来た。というわけで GS20 周年記念展の感想と購入品でした。ぜひね GS20 周年記念展行ってみてください。